プロセニアムシアター劇場とは演劇や歌舞伎、舞踊、オペラ、バレエ、コンサートなどを観客に見せるための施設。オペラを上演するための劇場は歌劇場、日本の農学では農舞台と称することが多い。また主に中小の劇団が公営を行う小規模な劇場を特に芝居小屋と呼ぶことがあり、大きな劇場であっても演劇関係者は業界用語として これを小屋と呼ぶことがある。近年では演劇が倉庫で上演されたり、小さなコンサートや大道芸が路上で行われたりすることもあるが、これらの場所は演出空間ではあっても劇場とは呼ばない。演劇は日本では芝居と呼ばれ、古くから庶民の娯楽であり、各地に数多くの小規模な劇場が建設された。これらの劇場は各地域の芸能ばかりではなく、 土砂回りと呼ばれる地方を巡回して劇を行う旅芸人が劇を行う場でもあった。後に、これらの劇場の多くは映画を上映する設備を備えるようになり、地方巡業の演芸者が減少するにつれて映画館へと役割を変えていった。このため、演劇を上演しない映画館であっても劇場と名付けられているものが多く残っている。現代においても、 映画館を指して劇場と表現する場合は多い。テレビドラマやテレビアニメ等の映画化作品を劇場版と名打つ映画を放送するテレビ番組のタイトルに洋画、劇場などと名付けるといった例も挙げられる。劇場の様式はそこで上演される作品と同様に多種多様である。多くの劇場では演技空間である舞台と観客席、そして 舞台装置などを収める舞台裏と俳優らの控え室である楽屋が備わっている。オペラやミュージカルを上演するための専用の劇場では、これらの他にオーケストラピットなども用意されている。完全に平らな空間のみの劇場もあり、そのような空間では上演内容に合わせて舞台や客席の配置を調節できるようになっている。劇場は、 舞台と客席の位置関係によって一家のように分類できる。舞台と客席の位置関係が固定されているモノ空間の片側が舞台で、片側が客席になっている物舞台が客席に突き出し、複数の方向から客席が囲んでいる物舞台が空間の中央にあり、客席が取り囲んでいるもの、円形舞台、ビミアード型演目、演出により、 舞台と客席の位置を自由に配置できるもの以下に、劇場の代表的様式を解説していく。これらのうち、古代イギリシャの劇場とエリザベス朝時代のイギリスの劇場は、口述の張り出し型舞台に分類されるべきものだが、西洋の古典的舞台を紹介する意味で、掲載してある。また、歌舞伎とのの劇場も張り出し舞台に分類できるが、日本の伝統演劇の様式を紹介する意味で、 紹介する。古代ギリシアでは、劇場は丘などの斜面を削って建造された。野外劇場だが、演者や合唱隊の声がよく届く、要音響効果の優れた構造が取られている。劇場全体は、すり鉢状になっており、そこの部分に俳優が演じる舞台と、合唱隊用の平戸間があった。客席は、すり鉢の斜面部分に、舞台を半円形に囲うように作られた。 収容人数は最大規模のもので2万人程度と言われている。現代の劇場でも古代ギリシアの劇場の様式を模したり、何らかの形でそのコンセプトを取り入れているところは少なくない。日本では彩りの国際玉芸術劇場のショーホールや日比谷野外音楽堂、上野恩師公園水上ステージなどがある。中世のイギリスではエリザベス一世の時代に 独特の演劇文化が花開いた。建築物部分は山荘になっており、規定の料金を払った観客はここに上がり座って、感劇することができた。1階の平戸間は立ち見用の観客席となる。舞台は平戸間に突き出すような形で設置されており、その上部には柱に支えられた屋根がある。建築物部分とこの舞台上以外に屋根はなく、 タイラドマジョーブは陽光を取り入れるために吹き抜けとなっている。収容人数は劇場によって異なるが、シェイクスピアの書き下ろし劇曲が上演されていたロンドンのグローブ座では2000人を超える観客が感激できたという。日本では1988年に完成した東京グローブ座がロンドンにあったグローブ座を模した劇場としてある。農学、道能や狂言は 能舞台で上演される。ここでは明治以降に成立した能楽堂の様式に基づいて説明する。主舞台となるのは柱に囲われた三軒四方の板張りの空間。向かってその右側には自由体座と呼ばれる場所があり、しての演技に合わせて合唱をする自由体が座る。主舞台の奥には五座があり、楽器の演奏者である林方が位置する。さらにその奥は、 鏡板と呼ばれる老い松の絵が描かれた壁がある。五座の向かって左側には橋掛りと呼ばれる廊下がある。ここで演技が行われることも多い。橋掛りの前には主舞台に近い順に一の松、二の松、三の松と呼ばれる松の若木が植えられている。橋掛りの奥には揚げ幕もしくは切幕という幕越しに鏡の間と呼ばれる部屋がある。 いわゆる能舞台が定着したのは室町時代末期頃と考えられている。それ以前、すなわち現在の能が成立する以前は神社内の建築物や芝生、屋外に仮設置された舞台などで演じられた。舞台が屋内に入ったのは明治時代からで、この屋内型の能舞台にも屋根があるのは能が屋外で演じられていた頃の名残である。現在各地で滝技能が 坂になり、屋外での公演がなされているので、以前の脳の雰囲気も知られる。脳舞台は細かく様式化されており、柱一本一本や自由台座、御座内の位置などにすべて名称が付けられているが、ここでは省略する。舞台の下の地面には数個の亀を埋めて、音響効果の工夫がしてある。古い神社などに残るものや、新設された屋外型の牢舞台も、主舞台があり、 橋掛かりがある空間の基本構造はほぼ常実の能舞台と同様である。初期の歌舞伎は能舞台の様式を模していたが、次第に橋掛かり部分が拡大し、舞台空間が広がっていった。また初期には屋外に舞台が仮設され、観客は芝居で観劇していた。やがて市中に芝居小屋が建てられるようになるが、屋根は舞台の上のみで、観客は土間に座って観劇したため、 雨天の上演はできなかった。瓦原吹きの屋根を備えた芝居小屋が初めて建てられたのは1724年のことである。歌舞伎の劇場はその複雑な気候に大きな特徴がある。これには静寂で二次元的な洗練を極めた脳の反動として歌舞伎がより躍動的で三次元的な見せ物として発達していったこと、そして人形を使うことで、 幻想的表現が可能な人形浄瑠璃から強い影響を受けたことなどが理由として挙げられる。奥村正信が芝居深い漢方年間の吹き山町、市村座。広島県府中市上下町に現存する木造芝居小屋の沖の座右の西木は漢方年間吹き山町にあった市村座の様子が描かれているが、間口の狭い檜木舞台にはまだ脳の名残の飾りハフがかけられていたこと。 すでに桟木は土間から板張りになってその上は屋根で覆われていたこと。2階には座敷席がありその上には明かり取りの天窓があったことなどがそこには見て取れる。ガス灯を劇場内に設置して夜間の上演を行うようになったのは明治11年に開場した新富座が最初で、それ以前の上演はすべて朝方から日没までだった。舞台の延長として観客席を貫く。 道は役者主義の演劇であり、サービス精神旺盛な歌舞伎にとって重要な装置であり、大阪では上前期までに見られ、江戸でも遠方5年に創設され、独特の発達を遂げた。花道は舞台の下手寄りに設けられ、演目によっては上手側にも仮花道が設けられるようになった。花道の客席側の突き当たりには鳥屋と呼ばれる小部屋があり、 ここから役者がチャリンといった独特の音を立てて開く、上げ幕をくぐって花道へ出入りする。舞台中央には舞台の一部を回転させて場面転換を容易にし、かつそれを見せ場にすることが可能な周り舞台が設けられている。周り舞台はその形状から盆とも呼ばれ、歌舞伎を発祥とする日本独特の舞台機構である。舞台にはまた、 迫りと呼ばれる昇降装置が何箇所かに設けられている。迫りには、大道具を上下させる、大ゼリと役者を上下させる、小ゼリがあり、いずれも人力で昇降させていた。また迫りは、その位置によって、前セマり、中迫りなどと呼ばれる。広大になると、複数の大ゼリ小ゼリが周り部隊の中に設けられたり、大ゼリを分割して昇降させることが可能になったりして、 舞台機構は飛躍的に複雑なものとなった。また花道の舞台より73には人一人が入れるほどの小競りが設けられているが、これがスッポンと呼ばれる妖怪変化の役所の不気味なでの演出には欠かせない装置である。これら、周り舞台、迫りのほか脳舞台の破風の名残の大人柱の撤去、中乗りはいずれも大阪、道頓堀にて、 並木肖像により考案、実演された。この他、鳴り物と呼ばれる音力や効果音の奏者たちが位置する、クロミスあるいは、ゲザと呼ばれる小部屋があり、ゲザの2階部分もギダ融雪が奏でられる小部屋になっている場合もある。舞台の最前面には、定式幕と呼ばれる引幕がある。かつて定式幕は、江戸三座でそれぞれ異なるものを使用していた。かつて、 中村座が使ったは、黒、柿色、白の定式幕は現在平成中村座が、かつて市村座が使った、黒、柿色、萌木の定式幕は現在国立劇場が、そしてかつて森田座が使ったは、萌木、柿色、黒の定式幕は現在、歌舞伎座がそれぞれ踏襲して使用している。三代目、歌川報告が、踊り系容江戸会社会芝居小屋の内部は時を経るに、 連れて飛躍的な発達を遂げる。左の西絵は、猿若町に移転後の安政年間の一村座を、大盤三枚続きもので描いたものだが、そこには末石で仕切られた中央の平戸間、花道、仮花道で区切られたその両側には一段高くなった、高戸間、さらにその外側の格子の奥には、うずら、そしてその上に城内を、この字に囲む二階席の、桟敷が見える。 舞台から最も遠くに位置する二階正面のじ敷は特に高じ敷と呼ばれた。そこに陣取って舞台に掛け声をかける常連客が大向こうである。さらに舞台下手奥にも客席が設けられ、その一階部分をラカンダイ、二階部分をヨシノといった。プロセニアムシアターと呼ばれるこの形式の劇場では舞台と客席とがプロセニアム、または プロセニアムアーチと呼ばれる額縁状の構造物によって明確に区切られている。額縁部分には装飾を施してある場合がしばしば見受けられる。プロセニアムのあるラインには鈍ンと呼ばれる大きな化粧膜を上げ下ろしできるようになっていることがある。典型的なプロセニアムシアターでは観客はプロセニアムに対して正面を向くように設置された座席に腰掛け感激する。 開幕の言葉通り、劇の始まりと終わりや途中休憩の際には、鈍調が開閉するが、演目や演出によっては全く鈍調を使わない場合もある。この形式は、リヒャルトワーグナーによるバイロイト祝祭劇場によって完成され、18世紀以降、市民社会の発展と共に広まっていき、現在最も一般的な劇場スタイルとして認知されるに至った。 収容人数は劇場の大きさによってかなり異なる。舞台の両端は大道具を隠すことが可能なスペースが確保されている。また舞台の天井はバトンと呼ばれる棒が何本も渡されており、舞台外から手動もしくは電動で上げ下げできるようになっている。これらの機構を生かしたスペクタクルな舞台演出が可能なのもこのような舞台構造の特徴と言える。 舞台となる領域が額縁で区切られているため、舞台の内側と外側を明確に分けてしまう。そのため、観客との間に心理的な距離が生まれてしまうことがある。これを解消する目的や演出上の目的のために、舞台前面に仮設の舞台を付け足す場合がある。これを張り出し舞台、もしくは単に張り出しと呼ぶ。このタイプは、舞台が観客席に向かって突き出し、 複数の方向から観客が舞台を囲う形式の劇場である。歴史は古く古代ギリシャの劇場やシェイクスピアが現役で活躍していたエリザベス町の演劇などもこのような劇場で上演されていた。講義には能舞台や花道のある歌舞伎の劇場もこれ含まれる。舞台が観客席に進出していることで観客と俳優の心理的、物理的距離を縮め、 舞台上の出来事をより身近に感じさせる効果がある。西洋における張り出し舞台の劇場では観客席が急斜面になっていることが多い。これは劇場内のどの客席にいても俳優への距離を近く感じられるような効果を狙ってのものである。収容人数は劇場の大きさによってかなり異なるがあまり大きくなってしまうと最高列の観客は 舞台との一体感を損なうことになり、この形状であることの利点を失ってしまう。よって、100人以下から1000人規模程度までの劇場が多い。また、ストリップ劇場には、デベソと呼ばれる張り出し舞台が組まれていることが多い。西洋での代表的な張り出し型舞台の劇場には、ミネソタ州ミネアポリスのタイロンガスリー劇場などがある。 同劇場は7型から舞台を囲う構造になっている。観客が舞台を囲む、このタイプの劇場はビミヤード型コンサートホールと呼ばれ、クラシック専用のコンサートホールでよく見られる。客席を舞台の奥に用意することで、観客は指揮者の指揮を楽しむことができる。構造上、舞台上にはあまり込み入った機構を組み込むことができない。また、 大掛かりな舞台装置を設置するのにも通常はあまり向いていないとされる。逆に言えばコストを抑えた舞台制作が可能な形式である。日本におけるビンヤード型コンサートホールの代表的なものとしてサントリーホール大ホールやミューザ川崎シンフォニーホールなどがある。一方でシューブックス型コンサートホールと呼ばれるホールでもステージを囲むように4面に客席を配する。 アリーナ形式のシューボックス型配置のホールがあり、日本における代表的なものとして、横浜港未来ホールや大阪のザシンフォニーホールなどが知られる。これらは囲み型シューボックス形式などとも呼称される。演劇用の舞台としては、比較的新しい形態のものである。舞台が劇場の中央に設置され、観客と舞台上とのより深い一体感が得られる、構造といえる。 円形劇場、またはシアターインザラウンドとも呼ばれる。渋谷区神宮前にあった青山円形劇場が日本で唯一の同形式の劇場だった。同ホールは2015年2月に閉館した。フラットスペース型の劇場とは、その名の通り、空間自体は平戸間になっており、舞台や客席を自由に仮設できる方式の劇場を指す。和洋を問わず、 小劇場や倉庫などを改造して作られた劇場などではフラットスペース型である場合が多い。また展示会やファッションショーなどで使用されることも想定した劇場にフラットスペース型を採用しているところも見受けられる。本格的な舞台を併設しているレストランもある。一般的な劇場では飲食が禁止、またはマナーとして自粛が求められる場合も多い。 劇場の設備は大きく建築設備と舞台設備に2分され、舞台設備は舞台気候設備、舞台照明設備、舞台音響設備に3分される。舞台照明、舞台音響については個別の記事を参照されたい。舞台上で実際に演者が演技を行う場所で、客席から見える範囲をアクティングエリアという。舞台と客席の境の開口部をプロセニアムといい。 古典的なオペラハウスでは、間口は高く、日本の古典芸能を主演目とする劇場では場合は、間口は広いが低くなっている。上手は客席から見ると右側、舞台から見ると左側を言う。一方、下手は客席から見ると左側、舞台から見ると右側を言う。客席から見て舞台の奥側を舞台奥、前側を舞台前という。 また、客席と舞台の境界を舞台単、または框という。舞台の両サイドの上手と下手にある空間を舞台袖と言い、通常は袖幕によって隠されている。どん調より、客席側に出ている舞台部分をエプロンという。オーケストラピットの周囲を取り囲むように設けた通路舞台はシルバーブリッジという。また、歌舞伎舞台などに見られる舞台から出て、 客席を貫通している通路を花道という。アクティングエリアに隣接する舞台速報のスペースをウィングといい、大きなものは側舞台として使用できるようになっている。また、舞台後方の背景面をホリゾントといい、特に後舞台がある場合には、幕で仕切られている。舞台の上部には、舞台幕やスクリーン、美術バトン、照明バトンなどを取り付けるスノコと呼ばれる設備が設置される。 また、プロセニアムから、スノコまでのドンチョや、照明器具などを釣るためのスペースをフライズという。舞台機構とは、前述の通り、劇場の設備のうち、建築設備を除いたもので、さらに舞台照明設備、舞台音響設備以外のものを指す。また、演出に応じて、大道具等を転換するための舞台釣り物機構や、舞台遊泊機構などの総称であり、さらに、照明、 音響等の設備を付加する釣り物機構も含む。前述の通り、それ以外にも舞台機構に含めるものがある。現在では技術の進歩に伴い、かなり広い範囲を含む概念となっており、野外劇場の仮設舞台なども舞台機構の範疇である。元来は道具型の植文に関連して用いられ、その植文が広がっていった結果、言葉の指す範囲が広がっていったものであるから、 前述の舞台設備の意味で、舞台機構というのは雇用である。この点で、最も問題になるのは、舞台機構調整技能士という資格名である。舞台釣り物機構舞台床機構その他の、機構舞台機構に関係する代表的な業者として、以下が挙げられる。四面舞台とは、舞台の両袖及び、舞台の奥に舞台と同じ面積のスペースを有し、 転換や演目変更を行う際の速やかな舞台装置の入れ替えを可能にした舞台。本来の舞台一面と合わせて四面と数える。複数の作品の長期上演を行うヨーロッパの歌劇場などでは普通の設備である。日本の劇場では国立劇場などの大劇場であっても四面舞台を備える劇場はなかった。大劇場としてはアクトシティ浜松の大ホールが 日本最初の四面舞台とされる。他に新国立劇場、琵琶湖ホール、松本市民芸術館、兵庫県立芸術文化センターの拡大ホールが四面舞台を有する。類似の構造として、愛知県芸術劇場の下手袖の狭い三面舞台、横須賀芸術劇場の両袖がスライドする三面舞台、富山市芸術文化ホールの上手袖の狭い三面半、舞台などがある。 ありがとうございます。